はい、A パターンと A ダッシュパターンを説明させてもらいました、分かっていただけたかな、もう一度だから、その、先ほどだからちょっと、A ダッシュパターンの時に言いかけましたけども、これがダブルストップの中でどういうコードになるのかというのをちょっと先に説明していきます。例えば一番典型的な A パターンのでこれが例えば G を押さえた時これが B を押さえた時これは G の一番典型的な G の1度と3度、アルペジオでコードいうのできますよね。分散和音分散和音にするとG の1度それと3度で1度1度3度5度1度ですね。そのうちの1度と3度押さえてるからこれが、G コードになります。ただしこのコードの場合例えばあそうかそういう説明よりそれの方が分かりやすいんで例えばなら A パターンのこれで短いのですよね。これはでも今度これ長いのにすると一番よく使うこれもよく使うんですがこれは何かというと長いのにすると一番これでよく使うのはこれは E の3度と E の5度と取るんです。 E の1度はここにあるからで135で1それのうちの3度と5度を引いてる。長いのの場合はこの3度と5度を引いてるのが特によくあります。で一番前がよくあるのは皆さんよく何やあれフリントヒルスペシャルとかポールオーレンじゃなくてベニーマーチンがすごくよく使うパターンですね。憧れのベニーマーチン例えばね、これは何をやってるかというとこの、1と3度を1から1、2、3、3度まで上げてこの3から3、4、5、5まで上げてすなわちこの1とこの3をこれを3と5に上げるわけですね。ならこれは6の合いの手です3のとか言ってもありますけどで同じことは C でまたでなんと5度も、こうしただけでも1415のコードが勝手にできます。例えばタカ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 タ1、2、3、4になってしまうという、今のはもう一度近くに置いてね今のはだからこれが135とした時に13と、35と行くのだからまあ13でこれを2つを使い分けたわけですね。一応今これだけにしておきましょう。